2008年カール・シェーファー・メモリアルは2008年にオーストリアで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。2008年カール・シェーファー・メモリアルは2008から2009年シーズンのフィギュアスケート競技会カール・シェーファー・メモリアルで国際スケート連盟の2008-2009年シーズンイベントカレンダーに掲載されたオーストリアフィギュアスケート協会。 ポティジュエンゲルマンクラブ共催による国際大会である。シニアクラスの男女シングルアイスダンス競技が2008年10月14日から10月17日にかけてオーストリアウィーンのアルベルトシュルツアイスホールにて開催された。2006から2007年シーズン以来2年ぶり、また今回が最後の開催となった。主催者から歌団体に対し各種目それぞれ1名まで、 出場招待がなされた。またさらなる招待や参加もありうるとされた。イタリア表情競技連盟イギリススケート、協会イスラエルスケート連盟ウクライナフィギュアスケート、連盟エストニアスケート連盟オーストラリアスケート、協会オランダスケート協会チェコフィギュアスケート、協会デンマークスケート連盟カナダフィギュアスケート、協会クロアチアスケート連盟グルジアフィギュアスケート、 連盟ドイツスケート連盟ノルウェースケート協会ハンガリースケート連盟フィンランドフィギュアスケート協会フランス表情競技連盟ブルガリアスケート連盟スイススケート連盟スウェーデンフィギュアスケート協会ベラルーシスケート連盟ベルギーフィギュアスケート連盟、スロバキアフィギュアスケート協会スロベニアスケート連盟、ポーランドフィギュアスケート協会ラトビアスケート協会リトアニアスケート連盟ルーマニアスケート 連盟ロシアフィギュアスケート、連盟全米フィギュアスケート協会南アフリカ、共和国フィギュアスケート協会日本スケート連盟。ありがとうございます。